はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということで本日なんですけども、企画ですね。またまあ、裏ルールみたいな感じでちょっと入れたいんですけど、まあ今から普通のリアタイするんですけど、ちょっと裏ルールでね、こちらのルールを設けさせていただきます。じゃん！大野雄大で、ノーノーできるまでリアタイ終われませんです。はい。いやー、あのね、中日ドラゴンズは、まあ、クライマックスシリーズ行けなかったんですけど、まあ僕最終戦見に行ってまして、まあ大野選手のね、3回3分の1、ノーヒットで、終わった試合を見まして、まあ、ちょっとね、僕もモチベーション上がりましたね。なんか知らんけど、うん、なんかモチベ上がったんですよ、プロスピの。で、まあ、大野さんもなんかプロスピされてるっていう噂を聞いたんですけど、いや、わかんないですよ、わかんないです、噂なんで。で、その大野選手で、まあね、あの最優秀防御率のタイトルも取りましたし、ちょっとリアタイでね、ノーノーやってみようかなと。まあ2回やから簡単やろお前とか言われると思うんですけど、まあもうヒット1本打たれた時点でもう次の試合に行きますんで、次の大野選手の試合に切り替えますんで、でそのまま普通に行ったらそのままリアタイ終わります。はい、まあ裏ルールなんで普通にリアタイするんですけどね、先発大野投手で行きたいと思います。でその大野投手も特訓ゼロで、特殊能力ももう無です。はい、もうちょっともうこの状態で行こうかなと。結構きついと思いますよ、正直。大野選手の球種もまあそこまで多くない方なんで、まあツーシームが A なんで本当にここ頼りになっちゃうんですよね。なのであとは本当にどんだけいいとこに行くかですよね。でまあ対戦相手にもよると思うんですけど、まあ、結構きついと思いますよ僕は。とか言って1試合で終わったら申し訳ないんですけど、まあ1試合で終わったらちょっとまた次何やるか考えます。はい、ということで早速ね、大野選手でノーノーできるかやっていきたいと思います。では行きます。はい、ということで先行ですね。ガーンって言ってましたね、速攻スタンプで。はい、お願いしとこう、ここは。まあ、先行なんで、まあ裏ルールなんでね、ちょっと普通にやっていきたいと思います。大野選手で0安打やったら OK なんでね。まあ打率は6割あ、じゃあ打率何本やったっけな、相手の方4割ぐらいかな。頑張ります。わお、野村投手結構ね、まあ打ちやすいんですけどね、ツーシームだけっすよね本当に。マウンド上のピッチャーは野村、赤キャッチャーは、はい、このバッテリー、やばい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 。ちょ集中していこう、ほんまにほんまリアタイあかんな最近。いや、いけたよ、広角ついてんじゃん、ほら。オッケーオッケーオッケー。ってことで D カーブは捨てます。いやー、あかんやろ。うん、まあ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 。うわ、強い相手の方、マジ？まあね、大野選手ヒット打たれた瞬間に変えますからね僕。だってそういう企画だから。よしよし、いや、よし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 。いや、もうほんま打たれそうやわ、ちょっと引っ張り警戒しとこう。おーし、よし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 、ボール球なってくれたやな今。もう一度同じとこないよ、コントロールがねないんすよね今現在。あの特訓してないんでね。わ、きつ。いや、やばい、投げる球ないわ、どうしよう。よし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 、ちょっとこの辺でストレート投げてみよう。取れる取れる取れる、よし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 。あと1回抑えたらこの企画と、この企画終了。あと1回抑えたらこの企画は終われます。その前に得点入れなあかん。次ツーシームかな、ストレートかな。あ、ストレートやった、うん、これ振りがちなんでね、ツーシームやと思って。結構うまいですね。残念、そこは吉田正尚。やばい、ほんま打てへんわ。しっかり行こうぜ。入ったんちゃう。うわー、入らんか。しかもカブレラなんで一塁だか。うわ、ここでダイソー要員の西川選手入れとけばよかったな。けどね、西川、あ、つか西川選手ファースト守れんねんな。そっか。じゃあツーシーム張るよ。あって、助かった助かった、ゲッツーやった今の絶対。よし、うわー、チャンスついてほしかったな。じゃあとりあえずここで点数入れて負けは防ごうぜ。あ、オッケー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 、カット捨てよう。オッケー、うー、危ねえ、今の手出てもおかしくなかったけどね。 OK、 よしよし、次ストレートやな。この人ストレートも張ってくるからな。ほらって言って打てへんっていうね。さあ、ここは阿部選手、まあ、大野選手打たれたら変えますから、まあ負けは防ごうとりあえず。うわー、いいとこコントロールあるんか。うわ、今の手でガチよ、今の。危ない危ない。いやー、ボール危ねえ。いやー、ボールやったな今の。
っしゃ、とりあえずね、とりあえず1点、ホームラン打ちたい。よしよしよし、矢野監督落ち込んどったね今。まあここでもう3点ぐらい欲しいな。3点って欲張り、欲張りビップ欲ビップ。大野選手のノーノー企画です。オーノーノー。あ、そういうことな、ノーノーって。だけど千賀選手のノーノーから流行ったからね、ノーノーはって言いながらこう喋りながら打つっていうね。うん、感覚取り戻してきました。はい、ホームラン打ちそうです。非常にホームランが打ちそうな。あ、あー来た、劇場。いや別に悪い意味じゃないですからね。スライダー と、フォークとシュートとムービングファストね。あー、くそ、いやけどボールやった、よかったよかったよかった。いやームービング来ると思ったな。ムービングとフォークの見分けって結構難しいんですよね。次ムービング掘ってくるんちゃうかな。せっかくやから掘りたいでしょうね。次が5球目、掘ってきた。うわ、早っ、マジで早かった今の。どうですか皆さん。はい、来た。うわ、さあ来ました、ノーヒットノーランなるか、大野雄大投手。チェンジアップ1回投げてみる。いや絶対打ってくんのよね。ほらもうストレート狙ってるやん。だって完全に投げる球ないんだが。今ちょっとね、さっきあのもう大野選手が打たれた途端にあの切ったんですよ、もう録画ね。ヒット打たれたからこの企画終わったと思って。でまあ終わってギリ勝ったんすけど、なんなんこの試合、もう何投げても打たれる気しかせんかった。かなりうまかったんすけど、でこんな打撃戦になるんすよね今のランク戦って。本当にピッチャーいなかったっすもん。俺ピッチャー何投げた、これ見て、雄大、中川、則本、山崎、ヒース。はい、ということで大野さんまでまた回ってきました。はい、でねちょっと聞いてほしいんですよ、ここちょっと聞いてほしいんですけど、1回負けたんですよ。こんな試合です、見てください。はい、見ました、10対0です。いやこれ僕が下手なのかもしれない、単純にね。ただやっぱ今のリアタイって本当に先行ゲーなんですよね。いくら上手い人でも高校で先に例えば3点4点入れられると、うわこの人どこ投げても打たれるやんってなってしまうと、ちょっと配球とか変わってやっぱそれで打たれてしまうと、やっぱり先行ゲーになってるんですよね今のランク戦ってね。まあ皆さんも多分分かってると思うんですけど、で別にこれはコナミさんが悪いとかじゃない、もう本当に一生懸命考えてやってる結果やと思うんで、ただこっからねどういう風に変わっていくかっていうのがまた楽しみなんじゃないかなと思いますし、まあお前日本一やねんから文句言うなよとか言い訳すんなっていう人はもうブラウザバックで大丈夫です。はい、もうここまで見てるってことは僕の動画見てるってことやと思うんでね。はい、多分まあ野球は 100% じゃないからね。はい、絶対負けるんで。日本一やからといって例えば30勝無敗、50勝無敗、100勝無敗とかは無理なんで、やっぱ野球っていうのは何が起こるか分かんないんでね。でまあさっき言ったようにやっぱり先行、まあさっきの試合は僕が悪かったです。配球も多分かなり悪かったし、相手の方が多分かなり上手かったと思う。うん、打率も5割超えてたし、でまあもうねピッチャーもねいなかったんですよ。なのでもう最後ね2300の千賀投手でもうホームラン打たれて終わりましたね。はい、まあ強かった。はい、ってことでまあこの辺でね語るのやめて、大野選手ノーノー企画やっていきたいと思います。これでノーノーできなかったらもう終わりです。はい、もうまた大野選手まで回すっていう作業はさすがに無理です。1日10試合以上はもう無理なので、やっていきたいと思います。はい、ではどうぞ。はい、ということで相手の方10連勝でした。うん、10連勝、打率5割5分超えで勝率が10割ですね。はい、もうこれでね大野投手がどこまで通用するかやってみましょう。もう打たれてもいいです、今はこんなもんですよと。うん、やってみましょうよとりあえず。さあ行きます、1球目、よし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 、あーどこ投げよう、よし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 、よし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 、この辺どう、この辺って打てんのかな、あ、甘っ、うわー、マジか、無理やわ、ノーノーは無理。もうちょっとどこまでいけるかやってもいいですか。もうコールド取られたらコールドでいいですよ。もう2を取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。やっぱコントロール悪すぎマジで。やばくないっていうかコントロール。
よし、これでフルカウント、ランナーはどうするでしょうか。よーし、おお、5割5分の方三振取れた。あるぞ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 。よし、あ、強くね。え、ちょっと待って、大野投手強いのか、もしかして。さっきはね、大野投手すぐ変えたんすよ。1点取られて、あ、もう企画終わったと思って変えたんすよね。あ、いけるんかなこれ。てかソフトバンク純正じゃねこれ。あ、じゃあ日ハム純正やん。さすがにノーノーは無理やったけど、勝利投手はいけるからね。10勝目飾るよ、大野投手9勝で終わったから。うわー、やってもうた。今の甘いぞ。マルティネス投手結構苦手なんですよね僕。いやー、あ、よかった。いやー、今のあかんぞ。宮西出てくるぞ、宮西が。宮西出てくるぞ多分。あー、このカットボールやん。そうね、マルティネス投手このカットボールがあるんよ。やっちゃった。あ、よかった。いやけど捉えれてないんすよね。あ、コントロールついてるわ。早いね。うん、もう一言で言うと早いね。さあツーシーム来るか。よし。いやけど入らんか。いやーきついな。車庫かよ。でね、ファーストをねちょっとねロペス選手にしたんですよ最初。通常時もうねエラーする、めっちゃエラーした、さっきカブレラ選手。だからちょっと代打送ります、ロペス選手に。よし、じゃあと3点、あと3点。これで取ったら大野投手10勝目、通算10勝目です。タイピンついてる、タイピンついてる、意識して。あー、くそ。あー、よかった。いやけどなんか取られてない感じする。あかんあかん。まあ宮西選手出てくるかな。持ってるでしょ、日ハム純正やったら多分。あ、変えない。裏で取ろうという作戦ですね、次の表で。早いね、タイピンついてないね。うん、ボール。うわ、えぐっ。ちょっと待った。うわ最悪最悪。大野さん抑えて、抑えよ抑えよ、ここ抑えよ、なんとか抑えよ。いや超消しとこ、怖いから。うわー、フランカ、超消してる超消してる超消してる。よし、ここは超消する必要ないかな。引っ張り警戒でいいかな。よし、いやーフランカちょっと伸びとか大野選手つけたら結構強そうやけどね。よし、いけるいける。10勝目10勝目、大野選手10勝目10勝目10勝目、おめでとうございます。いやこれ抑えたらめっちゃ自信なんねんけど、普通に普通に自信になるんすけど。大野選手育てようかなと思っても今。よっしゃよっしゃ、勝った。ってことで大野選手10勝目、ノーノーは無理でしたけど10勝目いけました。はい、ってことで VIP でした、ありがとうございました。